していくよ。みんなに楽しさと癒しを提供して、心から元気になってもらいたい、おとなしくるみです。ぜひぜひお気軽に友達と話すような感覚でコメントしちゃってください。でも運営さんに怒られそうなコメントはダメだよ。みんなで一緒に楽しく癒されるような場所にしていきましょう。はい、そんなわけでって今気づいたんだけど、あれあれ、これこの高さだった、あれこの高さだった、なんかあれ、これこんな映ってた、こんな映ってた、まあいいか。はい、ね、まあ最初にね、お名前呼ばせていただこうかな。うん、お名前を呼ばせていただきたいと思います。とね、まず YouTube 部側から、アールスペックさん、みかんくん、みなとのすけさん、たなたさん、ししごさん、りゅうしむさん、レックさん、夏ゆうぞらさんと、あ、そうそう、途中でね、なんか2回言うことあるかもしれないけど、ちょっと許してね、その時は。おねきちくん、おおむさん、岡本きよのさん、ましろさん、まなくさん、たねだみないさん、千代田みずほさん、せんむさん、おおまさんはさっき言った、へちまさんですね、みなみ千秋さん、まなすぱぱさん、みろくじぇさん、アドルフラフさん、こくまささん、X判断じゃないな、いや、X判断なのに、セブントゥワンさん、うん、で、TNMB のウォルフさん、大地さん、来てくれてありがとうございます。ね、ちょくちょくね、また呼ばせていただきたいなとは思うんですけど、最後まで呼べるのでしょうかっていうね。で、ニコニコ側もちょっとお名前分かってる方、YouTube でかぶってない方、ナミさん、わじるありがとうございます。で、わじる懐かしい、わじる、うんうんうん、で、いやいやの方もありがとうございます、こんばんは。うん、色違い、かわいい色違い、お、左右ね、こんな感じでね、そうなんですよ、こんな感じの格好でね、今日はね、やってます。それでね、始まる前から体験ありがとうございます。うん、待機 .com ね、 .com ドット混んでる。ね、今114名の方 YouTube でリアルタイム見てくださいってことでね、ありがとうございます。ニコニコはちょっとリアルタイムの人数わからないんですけど、累計155名ということでありがとうございます。うん、素晴らしい人と出会えた、来年から本格的に押していきます、ありがとうございます。うん、というわけでね、もう今年もね、もう終わっちゃうということで、30日ですね、もう本当にね、年の瀬ですね、31、明日できたら一番良かったのかなとも思うんだけど、いや、明日はね、みんなそれこそね、紅白とか見たりね、あるでしょ、いろいろ。31は特に。うん。というのでね。なんかそんな気もしますね。改めてと、A子さん。いいのかな、 A 子さん。かな。ありがとう。冬ってようこさん。冬でいいのかな。ビースト先輩。ね。ゼンカイさん。ありがとう。ここまきさん。ありがとう。こんばんは。うん。そう、今日はね、左右違うのにしてるんです。このね、ボーダーと、普通の黒と、で、うん。まあ、可愛くない？こういう、なんていうの？アシンメトリーと言いますか。まあ、そのうちね、
猫、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 いろいろ、いろいろまだ来てないのいっぱいあるんです。もうね、ボーダーもね、可愛いの買ったからね。うん。はい、そんなわけでね、本当に今年一年ありがとうございました。ねえ、本当早かった早かったというか、うん、今年はいろいろあったね。本当にいろいろあったね。まあ、なんだって今年から私は本格的に YouTube の活動を始めたわけで、うん、もう、なんだろう、初めての連続だったね。そうなんですよ。ほんとね、本格的にその始まる前は1000人もいなかったですからね。うん。ね。やっぱ31日ね、いっぱいいっぱいありますね、予定の方。うん。ねえ。ねえ。コクマクサさん、ありがとう。お、誕生日おめでとうございます。30日誕生日。ね、コクマクサさんおめでとう。そして今日誕生日のすべての方、おめでとうございます。うん。ねえ。そう、本当にあっという間というわけでね。というわけでね、今日はね、1年を振り返っていこう。そういう配信です。でね、ちょっとね、よいしょ、準備をしてきたわけです。準備をしてきたわけですが、ちょっとね、こう目見えるようにこれをこちらに、あ、待って、マイク遠いね、今思ったらこうすると反対の方がいいな。うん、なんか普通はね、こういうの紹介する時の画面って逆になるんだけど、普通はね、普通はさ、あれじゃない、普通はこういうのするときって多分左上になんかいろいろ出るんだよね。けど私のミスでマイクがさ、うん、こっちに置いてしまったっていう。よし、こんなもんでいいかな。うんうん、これくらいでいいね。これくらいで、これくらいでいけるいけるいける、やる。これこうするとダメなんだ。うん、ちょっと待って。あー、うんうん、大丈夫ってあると信じよう。うん、はい、というわけでね、うん、ジョン F さん、ありがとう、こんばんは。うん、ではね、さあ何をするか分かったと思います。と、ではではね、まず YouTube 側ね、はい、と、コメント見えなくなるけど、 YouTube の画面に表示されてないんだけど、私は見えてます。あ、BGM の方最初に出しとくの忘れてた、こっち、これね、これね、これね。これね、うん、で、まあそれとして、はい、こっちも、こっちも出ました。うん。というわけでね、私の1年間の配信のサムネを見ながら振り返っていきたいなぁと思います。本当はもうちょっとこっちにいた方がいいかな。もうちょっとこっちがいいかな。ちょっとこれで隠れちゃうんだけど。ちょっと足隠れちゃって。ちょっと待って、ちょっと。はい。はい、こんな感じでね、うん、向かっていきます、よろしく。でね、私、この日からなんか頑張るっていうのをちゃんと言ってなくて、宣言してなくて、うん、宣言してなかったから、なんていうの、何周年っていうのがいわゆるなくて、うん、なくてね、
でどこを区切りにしようかなって思った時に、まあその昔のそのなんていうかな、一番最初に動画投稿したとかになると、もうなんていうの、もう2年前かな、2年前かな、2018年だったかな。で次2021年になると3周年とかなって、え3周年んみたいな、なんかあんまり活動してないのに出るのも微妙だなって思って、だからね、私この日をスタートにしたいと思います。うん、まあそれ以前はね、なんかプレリリース的な、なんていうの、うん、顔見せのなんかちょっとした期間だよみたいな感じにしまして、でこの配信はちょうどカメラもこの時からね、いいものに変わってて、もうそれ以前はなんていうの、2000年代初期ですかみたいな感じのカメラだったから、うん、だからね、ここからスタートということにしたいと思います。いいかな、それでいいかな、私の配信うん、私の YouTuber としての、なんていうの、そう、 YouTuber としてのなんかね、スタートというかね、うん、ね、好きなことで生きていくという決めた時がそこなので、まあちなみにそのね、まあ後々話しますが、うん、そんなこともいろいろね、区切りがね、ありましてねうん、というわけでですよ、これのスタートがですね、と2020年、今年の、はい、1月16日です、この配信ね、マイクロミニですね、マイクロミニ、まあね、マイクロミニが多分こんだけね、押してるというか、サムネがすごく押してるよね。私と0センチ、マイクロミニって。うん。膝下と見間違って。本当に膝下と見間違う感じのね、股下なんですよ。本当にもう、この、ね、右側の後ろの姿を見れる方のね、ちょっとお尻のラインが見えちゃってるような、そんな感じのね、やつらだけど。いや、これは大人気だね。うん。まあ実はこれが一番最初に伸びた動画というかアーカイブです。うん。なんかみんなこれが一番好きだなっていう感じだったね、その時当時は。うん。そうなんですよ。南極リスさん、こんばんは。ありがとう。ねえ、ちょっとね。まあ、いいんじゃないかな、これをスタートにしたら。1月16日。うん。なかなかにね、攻めてるやつですね。まあ、ほんと、ここからスタートっていうのもなんかあれだね。私大丈夫か、そういう系かみたいな。うん。まあでもね、ありがとうございます。ほんと。ね、似合ってとか言ってくださってありがとう。うん。ね、ミキータさんありがとう。ハッピーニューイヤーとエブリワン。というわけでね。うん。ちょっと早いような気もするけど。国によってはその前から祝うとこもありますもんね。うん。いや、これほんと股下0センチですよ。ほんとにゼロだと思う、これは。うん。だからこの時はね、ペチパン履いてます。まあ人気の動画でね、今でもあるかな。今はもう入れ替わったか、全部。サムネもね、だいぶ古いというか、そんな感じがしますね。おとなしくのみ .com の主張が大きいっていう。はい。じゃあ続きまして、これですよ、これですよ問題はこれですよみたいだね。はい、ニーヤオートマターなんですけど、進んでませんね。これ出したの2月5日です。2月
月5日です。10ヶ月、いやもう11ヶ月いくね、経ちました。本当にね、申し訳ない、これは本当に、うん。でね、ですね、まだどうなるか分かりませんが、ちょっと私、新しいパソコンを改めて作業用のを買いまして、ちょっと余裕でね、ライブ 2D が動きそうなパソコンなので、もしかしたら VTuber さんみたいな感じのね、立ち絵を改めて作りまして、撮り直す可能性がビレゾン若干あります。ちょっとね、気長に気長にお待ちいただければなと思います。ほんとね、ニーヤーの更新いつってなっちゃうよね。うん、ちょっとね、一個一個表情をね、つけてくのがすごく時間がかかるので、なんかね、そういうなんかできないかなーっていうのを、もしできそうなら撮り直すかもしれない。でもなんだろうそのまま頑張って作るかもしれない。まあほんとね、ちょっとまだ未定なんですけど、絶対やります、絶対やります。ちょっと気長にお待ちくださいいやほんとね、ほんとそう、ごめんなさいですね、こればっかりと。アングエアハイさん、ハトマッチディスピットイン、ニコニコ、うんうん、イエス、いい、ニコニコ、どうやって見れる？と、ね、アクセスとザリンクインディテイルズです。アクセスしてくださいませ。うん。ちょっとね、ほんとね。ほんと。ね、なんかね、今ほんと CM もね、ニアのなんか出てますね、ソシャゲと、あと、レプリカントもっかい出るのかな、うん。クルミも VTuber になるのか。VTuber は表現の一つとしては、将来的にね、やりたいなぁとは思ってます。うん。そうそう、今のイラストちょっと斜め向いてるから、これを正面にして、やるんじゃないかな。うん。ルナ、ルナネクサスさん、ありがとうございます。ね、元気だよ。2021年も元気にやっていきたいと思います。うん。ちょっとね、ほんとそれをやっていきたいなと思います。まあ、予算のこともあるんですけど、うん。うん、なんか普通にね、表情を動かすくらいなら、できるかなと思う？うん。かなって、まあ。それよりも先にオーディオインターフェースをね、いいものにして、やっぱ ASMR の音も良くしていきたいですね。ではでは続きまして、はこちら。はい、なんと7時間配信やってました。覚えてる人もいるかな ?2月11日です。うん。これ昼間にね、日曜日だったかな、なんか昼間にだいぶ時間取れたから、ちょっとね、なんかダラダラーと長時間配信という本当やってみたいなっていうので、なんか作業用の動画を作れたらなーという、そんな感じでやりました。うん、このね、サムネにも映ってますけどね、カンコレとアスレンと、そしてアークナイツとで、あと、合間合間でね、ちょっとだけ ASMR してたりしてました。うん。まあね、これは本当に長いので、作業用になるかな。うん。でもこれは楽しかったね、なんか。長時間、ずっとなんかね、うん。やりながら、しかもテーマ決まってないというか、一定のね、なんかほんと、いろいろやろうみたいな。うん。雑談を挟みつつね、
やったやつですね。で、アークナイツは確かね、この配信中になんか裏でダウンロードして、で、やってみよっかみたいな感じでやった気がする。ね、だからここがね、実はアークナイツの第1回目なので、まあ、一応シャープゼロみたいな位置づけにはなってます。ね、そう、そんな感じでね。この時はまだこれを超える時間の配信が生まれるとは気づいてなかった。そんな感じの時代ですけど。はい。いや、こういうのもね、いいと思う。いいと思う。てか。でもなんかすごい、なんかあれだね、本当に。サムネがね、なるのね。今と比べるとだいぶシンプルというか、なんか配置がいろいろとね、ライブそんな主張する必要あるかなとか。そんな気がする。じゃあ次行こう。はい。もうこれは、わかるかな？恋人と過ごす甘いひととき。これはいつの配信かわかるかな？ ASMR って書いてありますね。内観で音なしくみ .com、主張が激しい。そう。これはね、ちょっとね、文字に隠れてあんまり見えてないんだけど、あ、で、ちょっとこのサムネ、ちょっとコメントがいっぱい見えてたので、ちょっとぼかしました。後でぼかしたから、ちょっとこういった感じだったけど。ちょっと見にくいんだけど、いいですね。ちょっと、そう、バレンタインです、これは。これね、バレンタインでね、恋人シチュエーションの ASMR をね、やっていました。まあ、ただマイクが、昔のね、今使ってるやつと違うから、まあ、そこまでなんか左右あんまちゃんと分かれてなかったかな、みたいな感じもあるんだけど。こんな感じなんですよ。そうそう。実はさっきのアークナイツのね、リセマラはやってなかったです。はい。そう、バレンタインをね、やってたのにね。これね、この時ね、チョコレート手作りのね、やつをアソートで作ったんです。ちょっと今写真ないけど、これのアーカイブ見たら、これのアーカイブ見たらね、ちゃんとチョコレート見れるから、よかったら見てね、頑張って作ったやつだから。自分でアソートの作ってみましたっていう。ね。こんばんは、日野さん。こんばんみ。こんばんみだった。こんばんみ。そう、お手製マイクの時代ですね。まあ、だいぶ長いんだけど、お手製マイクの時代。ね。またね。またバレンタインあるね。バレンタインまた絶対、来年のね、21年のバレンタインも、ぜひぜひやりたいと思います。ただね、ちょっとね、クリスマスの時と同じように、なんか、みんなとほんと交流していく感じの配信にしたいなぁとは思うかな。シチュエーションってどうしてもね、なんだろう。リアル感なくなっちゃうからね。よっぽど交流した方がいいかなって思う。多分今年はそんな感じになるかな。で、シチュエーションはシチュエーションで作るかもね。そういうのって。まあまあ、いろいろあるよ。いろいろあるよ。そういうの。ねえ、またね、VK でね、やるんかな、やるのかな。まあ、そういう感じでね、いろいろやってみたいと思います。はい。続きましては、これじゃなかった。ごめんなさい。これじゃなかった。こっちだった。はい。アークナイツ。ここからようやくスタートってことでね、アークナイツ。さっきの7時間配信は一応、まあやってたんだけど、個別にね、ちゃんと枠としてやったのはこれ。これがね、初めてということで。
この頃はね、感想というかちょっとした一言みたいなの載せてますね、サムネに。こいつはやばい、絶対やばいけど好きって。うん、ね、メフィストくんでしたっけ、名前をもう忘れちゃった。いや結構好きなキャラでね、うん、ちょっと言っちゃってる感じのねキャラっていいよね。そう、セリフを読みながらの、セリフを読みながらのゲーム実況ということでね、今のところはそうだね、うん、まあサブチャンネルで原神を一応セリフ読みっぽいこともやってるんだけど、まあこっちは本当ストーリーに声がないからね、うん、セリフを読みながらやっています。ちゃんとね、で、この時、この頃からね、おとなしくるみ .com がちょっとロゴっぽい何かになってますね。うん。ね、ね、あの顔からね、サイコパス感が漂ってるよね。この顔。まあ、ちょうどこのシーンを選んだんだけど。うん。いや、いいキャラだと思う。本当に。うん。なけどね、あのアークナイツもね、ちょっと今進んでないけどもね、来年またね進めていくので。ね、ぜひぜひね見てみてね、まだ見たことない人もね、うん、セリフをね、あのなるべくその声分けをして読むっていう、うん、ゲーム実況でよくあるのって、なんか普通のね、地声でっていうか、普通のその実況の声のまま、なんかセリフを読んでいくっていうのがよくあるんだけど。がよくあると思うんだけど。一応ちゃんとセリフで読んでいこうっていう、そんな趣旨でやっています。うん。どうなんだろう、この最初の頃より今の方がちょっとでも上手くなってるのかなみたいな。ね、なんかシール通して見てみたら、もしかしたら何か、ね、そういうの。あるかもしれない。もしかするとあるかもしれない。うん。よかったら見てみてね。見てみてね。私のセリフ読みの成長が見れるかもしれない。全く成長していないかもしれない。成長しててほしいな。そんなわけでね、これまだ2月だったんですけど、続きましては、あれです。じゃーん。3月入りました。そしてチャンネル登録者数がなんと1000人突破しました。この時に。突破記念。で、アディスコスで配信というわけでね。うん。これ4時間半くらいやったんじゃなかったかな、この時。多分ね、それくらいしてたと思うんだけど。そう、この時にね、ようやく1000人突破してたんですよ。それまではしてなかったんですよ。実はね。今からだと想像つかないよね。そう。1000人突破。これわかりやすい。ちゃんとサムネに書いてあるかな。うん。だよね、アリスコスも初披露ということでね。うん。あんまりアリスでする時がないから、あの2杯を、その2つのデザイン2杯を、履くことが今あんまりないんだけど。うん。ね、そんなね、3月2000人だったチャンネルも今は66000人いってまして、本当ありがとうございます。そう、クイズ配信したね、クイズしてね。うん。ちょっと簡単だったかな。あの時のクイズは。ね。で、またクイズ配信してほしいっていうリクエストあったんだけど、結局できてないね。またなんかやりたいね、クイズ、そういうの。うん。またやりたいなーって思うよ。ねえ。もう、あとはなんかケーキ食べたりしてたね。うん。やっぱ、あれかな。1000人突破っていう、やっぱ区切りがいいよね、1000、こう。ちょうど桁数が上がるっていうのが。うん。
まあ、この後ね、あのそのハーフミリオンじゃないんだけど、そういうハーフ的なのは特にやってないっていうのがサムネを振り返るとあったんだけど、いや、なんかね、その頃はね、また後で言うけどね、いろいろあったんです。うん、いろいろあるっていうか、もうね、そういう感じじゃなかったっていう。はあ、全然あの暗いニュースじゃないよ、それに関してはね。うん、で、そうそうそう、あ、そうね、その私のカスタム絵文字のなんかウサギロップイヤーっぽい何かそれのね、あのお絵描きというかクイズでね、お絵描きがしたんだけど、あのこの絵は何でしょうっていうのを当てるクイズをしたのね。一番のあのあれね難問と噂されてる、うんそれなんですよ。それが生まれた瞬間でもありますね。うんそう、まだ貴重な4桁台だった頃概念的なアニバーサリーってなんだろう、概念的なうん、まあそんな感じでね、うん、このアリスコスは今はメイド服としてね、よくやってますね。うん、まあもともとメイド服なんだけど、色合いとこのニーハイだけでアリスになるなーみたいな、そんな感じでやってみました。落ち武者、落ち武者じゃないんだけどね、落ち武者あの時落ち武者とコメントした方、あの今でも名前覚えてますからね私多分一生忘れないからね全然恨んでないよ、恨んでないけどね。うん、いや、あのコメントがさ、すんごい面白くて私がツボにはまったから余計にね、あのみんなの印象残っちゃったんだろうね。うん、はい、ロップイヤーですロップイヤーなんです。というわけでね次行きましょう。はいはい、お誕生日祝ってくれてありがとう。というわけで、これ3月11日です。私の誕生日です。ね、17歳の誕生日ということでね、本当ありがとうございます、ね、21年もね、17歳の誕生日祝えるといいなそう、まあね、やっぱこう記念配信がすごく近かったっていうのもあって、まあそんなにお祝いっぽくちゃんとはやらなかったなの。うんそのなんていうの、ケーキは食べてないんじゃないかな、どうだったかな、あんま覚えてないな。なんかね、この感じ多分普通に ASMR も後半にやってって感じだと思うんだけど、うん、あ、これあれだね、あのメイド服っぽいやつの、まあ、メイド服じゃないんだけど、なんかメイドっぽい感じのね、あの白と黒のカラーリングの、あのここのファスナーがすごくでかいやつ、ジッパーがすごくでかいやつで、ここにね、あのここに太ももに、なんて言うんだっけもう忘れた、太もものガーターベンチじゃなくてなんだっけ、太もものリング的な、そんな感じガードルかな、ガードルかな、うん、ガードルとか、なんかあとなんかそういうなんとかリング的な名前だったのに、今そう言われてた気がするんだけど、うん、まあ大体太もも収集でググると名前出てくるよねもうそれでいいかなとも思ってるんだけど、太もも収集で、うんそうそう、17そう、永遠の17なんで、私いつまでも17歳なんです。はい、もうね、ちょっとね、ずっと17歳を祝う感じなんでね。ちなみに3年前も17歳ですうん、そう
サムネポーズね、いいね。やっぱ映えますね、このサムネポーズ。私の代表的なポーズの一つではないでしょうか。うん、まあそうね、来年1位から3月まで毎月記念日があると。ああ、そうだね、そのね、あの1周年記念と1周年記念、あとバレンタイン、バレンタイン、そして誕生日みたいなありますね。そんな感じで何かとありますね。うん、そうなんですよ。ずっと17歳っていうのがね、の17歳の宿命なので。うん、ガーターリングっていうのかな。あれ、本当。今後も楽しみにしていただけたらなと思います。ではでは、続きまして、こちら。久しぶりのニコ動配信、高画質版だよと。はい、今はね、ニコニコと同時配信が普通になってるんだけど、実はこの時ずっとニコニコでやってないんです。うん、ほんと何年もしてなかったんじゃないかな、やってなかったんですよ。で、ではなぜ久しぶりのニコ動配信をこの時することになったのかという、ここですね、問題は。ちなみに日付は3月19日です。わかんないね、そう言われても。まあでも時期的に大体覚えてる人もいるんじゃないかな。ああ、そういう時期だった気がするみたいなね。うん。まあね、世間ではね、今でも話題にこと書かない。あの病気が蔓延してる頃ですよ。人手が足りなくなってるんですよ。それだけで、ね、YouTube さんの AI がアップデートされ、私もね、その万祭りの被害に遭った時でございます。うん。ねえ。あのね、ちょうどね、そのバンをされた時が、普通にゲーム配信してただけなの。普通にカンコレ配信をしていた時に、まあ私いつもこう最初こうやってね、おとなしくねみですってこう、挨拶してるじゃん、こう、画面にこう映したい。それのシーンがなんかバンされるっていう。はぁ、みたいな。なんだよ、絶対領域探してるだけじゃないかよって思ったんだけど、まあね、これは実写まずいなっていう。まあどうしても私はこの顔を映さないから、この首から上映さないから、どうしてもね、リスナーさんの視線がこことかここに行きやすくはなるの。顔があると、お顔があるともう顔を見ちゃうもんだから、人間って。それで許されるんだけど、それを隠すだけでね、もう体に目線を集中させてるっていう風に見られちゃって見られちゃってバンされまくるっていうね。うん、困ったよね、あの時は本当に。ね、ななかたさん、はい、くろみん、ありがとう、 Thank you for coming。いやー、なんか今日喉乾くな。今日すっごい話してるからかな。うん。いや、もう、語ることが多すぎるんですよ、この一年間。で、なんかテンション曲がってるから声がうるさい気がする。大丈夫？キンキンな感じじゃない？大丈夫？うん。はい。というわけでね、その、実写が難しいなということで、実写はニコニコで配信を。で、実写じゃない、実写を映さない配信は YouTube で、というふうなスタイルになりました、今のスタイルですね。
まあ今はだいぶ大丈夫だと思うんだけど、それでもね、やっぱりそのいつまたそういうのが復活するかわかんないので、まあ音声のみで楽しんでいただけるバージョン、そして実写映像とともに楽しんでいただけるバージョンっていう風にやってますね。だからそれからかな、あの配信 ASMR の配信とかも本当音だけで楽しめるようになるべくしようっていうのがあったのはその頃のね、意識がね、そんな感じかな。だからね、何かとねそういうのをされると逆に成長はするかなって自分で思うな。うん、振り返ってみると、なんかそういう被害があるたびに不死鳥じゃないんだけど、あの消したら増えますとかじゃないんだけど、なんかそれに近い何かを感じるね。うん、叩けば叩くほどなんかもっといろんなこと起こるよみたいな感じの、まあ負けず嫌いなんですおかげさまでね、だからニコニコこうニコニコでね、配信実写を映すことになりましたからね、これがあったから、うん、ね、だいたいこの頃から、だいたいこの頃から見ててくれてありがとうございます。ほんとね、あのこのサムネ振り返ってると、だいたいこれくらいに見始めたって人をね、ね、まあね、こう自分の思い出あるんじゃないでしょうか。この時に知った、この時に知ったみたいな、うん。昔だからってね、別にそんなクオリティがそこまで落ちてるとかないからね、ぜひぜひね、ちょっとサムネのクオリティは落ちてるんだけど楽しんでいただけたらなと。ね、はい、そんな感じでございます。こんばんは、マンボさん、こんばんは。ね、ではでは、ではでは続きましては何かな。あ、はい、咳が止まらないので少しだけ雑談を、というこの時期ですね、あの4月5日、なるほど、あの私がその咳が止まらない時期があったんですよ。本当にあのこうまともに喋ることもできなくて、飴玉を舐めてないとあの咳が出るっていう状態、ほんと常にね、常になんか飴を舐めたりしてないと咳が出るっていうひどい状態があって、でこの頃ほんと全然配信がまともにできてませんでしたね。多分3月後半からかな。うん、いやー、もうね、ほんと花粉症とかじゃなくて、なんかもうほんとに喉がやられてて、うん、喉がやられてた。うん、くしゃみじゃなくてほんと咳だったもん。あのこうね、なんかね、こう息を吸って、ふーってこう吐くときに咳が我慢できないっていう、もう出ちゃうっていう。だから ASMR も難しくてね、この頃はほんと配信ができなかったね。あのそう、1000人突破っていうのが3月の頭で、収益化もね、その頃からできるようになってるんだけど、なんかスタートはちょっとねそういう意味でいいスタートは切れてなかったね。うん、あの時本当に心配かけました。でその時に、あのリスナーさんから漢方いいよっていうのを勧めてもらって、でその漢方薬を飲んだら、だんだんね、ちょっと時間かかったけど、だんだん咳が引いてきて出なくなってきて、漢方薬すごいってなったの。いや、高かったな、あの時期の治療代は。いや、でもほんと漢方が効いたもん。うん。なんて名前だったかな、あのね、爆問堂だったかな。麦、うん、麦門、爆は何だったかな。糖は冬だったと思う。うん。あれがすごく効きました。ね。だからね、ほんとね、あの、
その漢方を飲む前までの、いわゆる西洋医学になるのかな、なんか咳止め的な薬も飲んではいたんだけど全然効かなくて、うん。でなんかシュッシュって喉ヌールスプレーみたいなやつ、ああいうのも効かなくてうん。とか本当に本当ね本当にそういう薬を飲んでもダメって時の最後の手段はもう漢方です。漢方薬ぜひぜひおすすめです。ちょっと私に聞いたからってだけなんだけど、まあ、漢方薬ってなんていうの、漢方と対比する薬ってなんていうかわかんないんだけど、そういう薬と違って自然の本当ものだから、なんていうかね、副作用もそんなないと思う。適当なこと言ってるそういう先生じゃないのに大丈夫かな、そういうの言ってまあいいよね、漢方大丈夫だと思うよ。うん。とやきでんと、まめこさん、こんばんは、ありがとう。ひかちんさん、ねえ、くるみちゃんとありがとうございます。アンドロイドセブンティーンさん、ありがとう。うん。ほんとね、ほんと結構長いこと飲んで、そう、そういえばね、今ね、舐めてる飴、うん。台湾のだったかな、それもその時に勧めてもらったやつだね。その頃に買って今でもまだ残ってます。まあ缶5つ分買ったからね、5つ分。うん。ほんと。ね。さすがね、古代中国の不思議パワーはすごいです。まあ不思議でも何でもないと思うんだけどね。だって、要は化学物質か自然のものから抽出したかの違いだから、そういう作用があるっていうね、発汗作用があるとかと一緒だと思う。うん。まあ、長いこと飲んでましたね。そう、声優を目指しているというとちょっと怒られるので、ガチの方からそう言わないんだけど、声優さんみたいに上手くなりたいと思っています。うん。超新刊の弟子さん、ありがとうございます。こんばんは。そうそう、京都年次郎っていうものかな。そんな感じ。うん。ほんとね、ちょっとでも声優さんに近づきたいと思ってます。うん。だけどね、VTuber もね、そういうのね、やっていきたいって言ってるくらいだからね。そうなんだよ。ありがとうございます。ね。そう、ナイスメンバー。そう、メンバーさんもね、この配信中にもなんか、ね、なんかちょこちょこってこう、来てくれてありがとうございます。たまにね、メンバー入ってくれて、でも気づいてないみたいな。なんかライブ配信には気づいてないのかなみたいな方もいたりして、これってほんとリアルタイムってちょっと思ってるんだけど、どうなんだろうね、今。早口言葉とかは噛まないで言えるくらいの滑舌を手に入れないとね、本当に今でもちょっと練習してはいるんだけど、なんか前よりやっぱ配信回数減ってる分、やってないんだよね。ちょっとダメだね。配信ない日もやらなくちゃいけないね、ウイロウリ。なんだっけ、拙者、親方と申さん、お立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、という。始まりから、お決まりのあれのフレーズから始まるやつね。うん。まあね。ちょっと、来年はまたちょっとずつ上手くなってたらいいな。うん。そう、英会話とかね。うん。あまたの言語をね、ちゃんと話せるようになりたいな。なんか来年の抱負も語りつつあるね。じゃあ続きまして。はい、お絵かき雑談配信始まった時です。4月23日ですね。うん。まあこんな感じでね、いろいろなんか新しいことを配信でやること、新しいことをやっていこうっていうのが本当
今年はやっぱり何もかもが初めてだったから、うん、こんなことも初めてだったんですよっていうこの子のまだおとなしくるみのサインはできてないんだけどはい、うん、こんな感じでね、この子のはまだお題の抽選とかはしてなくて、なんかそのリスナーさんにこうね、何書いてほしいみたいなのをリアルタイムで聞きながら書いていたっていうことですね。うん、そう、独り言をねついつい言っちゃう感じのね感じですね、この頃は。うん、いやこの頃からやっぱりね、全然時間がすごくかかって、一つ書くのに今はね、なるべく色も塗ってってやってるんだけど、この始めたばっかりの頃は色塗りまではやってないんだよねそうなの。スノーエックスありがとう。うん。何、お絵かきもね、最近はできてなくてね、またしたいなって思ってるよ、もちろん。まあ、ほんと、いろいろね、様子を見ながらっていうか、スケジュールをね、なんかいろいろ調整しながら、その、前みたいにいろんな配信をやっていく感じにしたいなって思ってます。まずは元の感じに戻し、それからまた新しいことをね、やっていきたいなーと思います。いや、うん。ね。またね、ぜひぜひね、楽しみに。気軽にリクエストもしていただけたらなと思います。はい、じゃあ次行こうか。はい、いきなりなんかクイズ始まったよみたいなっていうわけではないです。まあこれね、4月26日で絶賛ね、5番祭り、まだまだ5番があった頃なんだけど、うん、まだまだあった頃なんだけどね、その時にどうやら ASMR という単語自体がやばいという噂が流れまして、あ、そうなんだって、じゃあちょっと ASMR と書かずに ASMR と伝える方法ないかなーっていうので作ったやつの一つです。はい、これね、私が一番好きな果物はアップル、ストロベリー、メロン、ラズベリーってあるんですけど、一番左の頭文字を取るとね ASMR になるという、そういうね、そういう状態になってます。ちょっと古速なサムネイルでございます。まあね、これの他にもね2パターンくらいあるんだけど、うん、そう、縦読みなのAI が絶対に判断できないけど人間ならすぐわかるっていう、そういうのをねやってみたくて、まあね、残りの2つもね、ぜひぜひね、過去のライブ配信のサムネを見ていただけたらあるので、よかったら見てみてね同じように多分 AI はわかんないだろうっていうような、そういうのやってます。うん、まあ多分2つあったと思うんだけどね。うん、ラムゲームさん、こんばんは、ありがとうそう、白黒のやつね、黒の文字の模様って、黒の文字というか模様だね、模様じゃなくて背景の白い部分になんかこう文字っぽく見えるみたいなよくあるやつです。
ASMR も雑談も最高とありがとうございます。そう、ちなみにこの私が一番好きな果物、何かわかりますか？この中で一応答えはあるんです、ちゃんと。一応ちゃんとね、答えはあります。アップル、ストロベリー、メロン、ラズベリー、つまり、リンゴ、イチゴ、メロン、ラズベリーです。そう、メロンとラズベリー、日本語がないね。あるのかな？知らないだけであるのかな？そうそうそう。よくあるね。認証コードの私はロボットではありませんっていう、そんな感じの。そうそう、トリックアートみたいな感じとかね。まあ結局なんとなく杞憂だったっぽい気はするね。ASMR 全然入れてても大丈夫じゃんって。でもね、たまに私今のとこ配信でもライブ配信の時になるべく ASMR 使わなくてバイノーラルってしてるのは今でもその名残です。ASMR ダメなんじゃないかなって。ライブ配信終わった後は、あれなんだけどね。ASMR って使うんだけどね。はい。というわけで、答えは、正解は、2番、いちごです。ストロベリー。I like strawberry. ストロベリーです。他のが嫌いってわけじゃないけど、一番好きなのは、あのね、いちごです。なんか好きなんだよね。甘酸っぱさっていうか。香りが好き、あと。そうなんですよ。ね。正解の方おめでとうございます。まあ、特に何かあるわけではないんですけど。おめでとうございます。で、こんな感じのね、ただただ正解者おめでとうみたいな感じのクイズ配信でいいのかなっていう、クイズ配信するときにね、それでもいいというお話だったので、本当なんかやりたいね、また。そういうの。まあ、ちょっと考えてるやつあるんですけど、年内にやるつもりだったのができなかったんで、来年お楽しみに。なんか、やばい、喉が。今日枯れるの早いぞ。大丈夫か？まだ4月26だぞ。ね、そう、リター音響っていうのも使ってた、この子の。ASMR とかの代わりに。で、ちなみに ASMR のなんかね、ASMR の意味がなんか、何？日本語忘れたんだけど、なんか絶頂反応っていうなんか、そういうちょっと怪しげな、日本語にすると怪しげなワードなので、ちょっとね、ASMR 自体がちょっと性的な単語といえばそうなんだよね。おやほさちゃん、ラブリーボーイさん、サンキュー。リチャード・サンプソンさん、ありがとう。アブソリュート。Degenerate that is also a wave. Not there a total. わかんない。ドイツ語かな？ありがとう。ドイツ語って何？グーテンタークとかそんな感じだったっけ？グラーツ。待って、グラッチェどっち？はい。ね。そんなわけでね。そんなわけでね、やっていきたいと思います。それ。そう、オートノマナスセンサリーマイリアン、そう、それ、レスポンスって、それがね、あれなんですよ。
ね。じゃあ私を好きになってくれてありがとうございます。では続いていきましょう。大事なお知らせがあります。なんだ。はい、よくあるよね、サムネでこういうの。大事なお知らせがあります、系のサムネ。まあ私も例のごとく使ってるという使ったことありますみたいな。これがね、5月1日でね、ちょうどメンバーシップが解禁になったということで、それのお知らせをした時でございますうん、今年の5月ですね、ほんと5月1日ということで、ほんと5月スタートでした。はい、うん、これね、これね、この時の服装はもう私にしては結構真面目な真面目ってなんだ、絶対領域がね、まあ見えないんだよね。うん、ちょっとね、やっぱ大事なお知らせだったからね、本当に。いつになく真面目な私の言葉が聞けますはい、まあやっぱね、ほんとね、メンバーシップ関連はね、特に日本って結構そういうの敏感で反感買いやすかったりするんだけど、まあ少しでもなんか私の真剣さが伝わったらいいなという思いもあり、多分ね、こういう装いだったんだろうね、その時ほんと、うん、まあそれがありましたから今にね、つながってますからね。ほんと応援したきゃしていただきありがとうございます。おかげさまで今ここまで来れましたね、そうなんです。めくりあんさつありがとう。うん、いや普段から真面目なんだけどね。うん、初見です、声かわいい、ありがとう初見さん、おとなしくるみです、ね、今年を振り返っています。サムネを見ながらね、私のサムネを見ながら今年を振り返る、そういう配信でございます。もうね、普段から真面目には真面目にはやってるんですけど、ちょっとどうしてもね、私の配信スタイルはどうしてもなんていうのかな、お色気系というか、そっちに寄ってはいるとは思うんだけど、別にね、釣りたいわけでもないし、なんていうかな、それ自体が目的じゃなくて、本当みんなを元気にするためにやってるっていうだけなんで本当それを最大限に、多分この時も同じこと言ってるんじゃないかな。うん、そのみんなを元気にしたいっていうのがまずありまして、その私ができることを最大化するためにはどうしてもこういう制度が必要っていう、多分そういうのをちゃんとその時も話したと思う。うん、そうなんですよ。あ、スパちゃんありがとうございます。最近くるみちゃんの配信見てる、ありがとう。ヒカチンさん大好きだよね。本当本当にいつもありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。というわけでね、うん、まあ癒し系のいろんな目と耳を癒す私でございます。そんな感じのがね、ありまして、じゃん、第9 ASMR シリーズ。この頃からね、ASMR になんかいろいろとシリーズというか、 ASMR の中でもなんかそれぞれテーマが決まりました、この頃から。うん、そうなんですよ。最近ね、ずっとやってると思いがちな、実はこの頃から始まってるんです。最初の頃はね、特にそういうの決めずに雑談して、じゃあ ASMR もしてっていう、そんな感じだったんだけど、うん、だからね、
もほんとね、なんていうかな昔は雑談に近い感じだったかな、雑談 ASMR に近い感じだった気もするんだけど、でね、このずっと耳ハムここから伸びたんだよねって、本当そうですね。あのこれがねすごく伸びたんだろうね、多分今でもこの動画上位にあるんじゃないかな。うん、これが第一次チャンネル登録者ラッシュみたいな、チャンネル登録者数が一気に増えた時期がここですね。最初の第一期くるみんブームとでも言いましょうかまだマイクもね、あの前の時なんだけど、今のやつじゃないんだけど、まあね、ずーっとね、ほんと耳ハムをしているという。まあ、この頃の耳ハムはまだソフトです。今と比べるとね、ソフトです。うん。ほんとね、なんか、ありがとうございますですね。これを気に入っていただき、そう。ね、私の ASMR とかね、ほんと、耳ハム、やっぱ好きな人多いかな。苦手な人もいるんだけど、ほんと好きな人はね、好きになってくれてありがとうございます。苦手な方もきっと私の他の ASMR 気に入ってくれてると思う。ほんとありがとう。うん。やっぱりね、この、ほんと分かりやすいんだと思う。耐久 ASMR シリーズは特に分かりやすいのが、ほんとその音しかやらないから、うん。求めてるものが分かりやすい。なんていうの求めてるものがここにあるみたいな。やっぱコースとかでいろいろあったりもするんだけど、結局それぞれの長さが分かんないんだよね。それに自分がそんな好きじゃないのも入ってたりすると、やっぱどうしても聞きづらくはなると思う。だからこういう、ほんと耐久はなんか人気だね、シリーズ的に。うん。ほんとね、いろいろあります。そんなこんなでいろいろ作られるわけですね。いろんなシリーズが出てくるわけですが。うん。いよいよ私よ。うん。というわけでね、このシリーズが、じゃん、これはリクエスト ASMR ですね。はい。リクエストでメニューがちょっとメニュー今、モザイクかかってるのはあれです。ちょっと、こういうサムネって文字を映さない方がいいよ的なやつの一環なんだけど、ちょっと切り次第で。そう。これはリクエスト。配信中になんかメニューを見せて好きなの選んでねっていう風にする ASMR です。うん。そうなんですよ。そう。で、この、まあ、下の方にメニュー書いてあるのはその時選ばれたやつだね。耳かき、梵天神王、ラビットハンなどと。うん。そう、ほんとね、なんていうかな、うん、これもこれで好きな方いるんじゃないかな。なんだろう、その要望を聞いてもらえるというかなんだろう、好きなの選べるっていうか、うん、そう、今のハマはハードコアというか、ちょっとディープだね。ディープミミア。ディーププレイバイティングだね、多分。今の。了解、ハーハー。心臓でした。心臓。チュウシナコさん。シシェニ。あ、スタイルいいね、なんだ、ありがとう。シシェニ。うん。ね。で、まあ、この頃まだメニュー少ないけど、今またね、どんどん増えててね。いろいろと
いろいろとまた今後もやるのでリクエストしていただけたらなと思います。マイクのミニですね、この時。この時マイクのミニでやってますね。うん、ビクナートさんこんばんは、ありがとう。うん、まあ今の耳舐めはほんと舐めてはないっていう感じ。確かに確かに、あの音的に結構近いものがあって、ただ確かに舐めてはないねみたいな。そんな感じの耳舐めだよね今って。うん、耳舐めって言ったら私耳ハムね、耳ハムね、耳ハム。いや本当舐めてはないんだよ。うん、まあだからね、ちょっとね、ほんと、ガチで舐めちゃうと、バンされるのは、私の実験の結果で分かってるので、できないんだけど、うん、ハムハム、憧れのハムハムでも大丈夫なんだねっていう、そんな感じ。うん。で、続きましては、こちら。はい。これはセット、コース ASMR ですね。うん。ASMR セット、クルミーズセレクションと言いますか。さあ気づけばだいぶ、あのサムネが今に近づいてますね。だんだん近づいてきてます。まあね、そう、ニコニコだったら耳舐めいけるとは思うんだけど、私、同時配信は基本だから、ニコニコだけですれば、多分絶対にしないので、まあ、ニコニコチャンネル作ったら別だけどね。チャンネル作ったら、それはそれで、やることにはなると思うんだけど、うん。ただ、この普通に一般公開の中でやる分には、同時配信っていう、なんだろうな、ニコニコってどうしても、海外の方にとってハードル高くて、私のリスナーさんは海外の方がすごく多いので、もう海外の方、バイバイになっちゃうような、そういうこと、ちょっとしたくないなって思って。うん。まあ、幸い、その、チャンネル登録っていうか、どうしても有料になっちゃうからね。してくれる方は、なんか日本語に結構、造詞の深い方が多いと言いますか。これ言葉、合ってる？これ。これ合ってる？うん。結構ね、本当にわかんなくてっていう人は若干減るので、若干かな。うん。なんか本当に日本語してる方が多いって、まあそりゃそうになるのかな、やっぱり。日本語全くわかんなかったらさすがにね、メンバーなってくれないと思うもん、私もなかなか。全員が全員とは言わないけどね、もちろん。全くわかんないけどメンバーなってくれる人もいると思う。本当ありがとう。そんな感じでね、ちょっとニコニコチャンネルも全然作れる気配全くないんですけど、今のところ。だからね、うん。まあ、もしかしたら、するかもしれない。ニコニコチャンネルは。うん。まあ、わかんないけどね。はい。そんなわけで、これは、私が選ぶやつをやっていくやつですね。睡眠へ導くバイノーラル。うん。まあ、その時その時で私が選ぶメニューは違うので、うん。まあ、好きなのが出るのかな。で、なるべく同じこういう、なんだろう。コース ASMR の格好はコース ASMR の中では被らないようにみたいな、とかもやってるから、なんだろうね、その音と、衣装がどっちも好きってちゃんとドンピシャ来るみたいなのなかなかないかもしれないね。そう思うと。うん。はい。そんな感じです。ね、ありがとうね。またね、こんな感じでね、いろいろとやってまして、もう一つあるよね。私の ASMR。はい。こちら。
本当はもう一つじゃないけど、一旦ここでもう一つみたいな、ここで一つの区切りができてるっていうのはこのあたりだね。はい。うん。あ、あやかさん、ありがとう。スポーツインバースとプレセン。ね、ジャスティン・アルバーツさん、アルバーツさん、こんばんは。はい、これは雑談 ASMR というわけでね、私がね、雑談をしながらやっていくという、そういうやつですね。だから BGM もほんと軽くかけて、で、なるべくこうコメントをね、コメントとやり取りしながらやっていくという、昔の、こういう、いろんな ASMR をやる前にやってた ASMR に近い感じのやつを残した。そんな感じですね、多分これは。はい。だからASMR が、公開収録みたいな感じで、ほとんどの ASMR は、何度でも使えるようにっていう、ライブ感はあまり感じさせない、ライブ配信っていう、なんか本末転倒じゃないと言われかねないような、あれなんですけど、ちょっと待ってね、リコリコ延長しないとこれ間に合わないでしょ。ちょっと30分延長しておきます。絶対足りない気がする。うん。はい。ちょっと30分延長しました。ニコニコ側ね。いやー、足りない気がした。だってまだ5月でしょ、これ。ちょっと。ちょっと。はい。なるわけでね。スパちゃんありがとう。ヒカチンさん、大好きだよ。そんなわけでね、そう、これゼロ距離なんだよね。うん。横になってやってるから、ピロートークがテーマなんでね。もう横になる体勢です。で、マイクがすごく近いです。だから耳元でこうね、すごく近づいて囁きながら。っていう感じになってます。うん。そうなの、そうなの。ピカンシオさん、こんばんは、ありがとう。うん。BGM もね、これ専用にね、BGM 使ってやってますね。うん。そう。そうなんですよ。まあ、だいたいこの、これだね、リクエスト、あれ順番違うの多分。あ、違う。耐久、リクエスト、コース、雑談。この4つ。に、これは、この4つはほんと定期的にやっていく感じで、これにあとはシチュエーションとか加わったりするんだけど、うん。で、まあ、この時期はね、この時期はこうなんです。で、今はさらに一つ増えてますね。後で出てきます。ちょっと、そうだね、6月終わったら休憩1回入れようか。6月分終わったら。まさかのこんなに。私ピックアップして選んだつもりなんだけど、意外と長いね、一個一個。選んだんだけどな、結構。はい。うん。まあでもいいんじゃないかなって。こういう風にね。こういう風に振り返るの。そういう配信だから。うん。そんだけいろいろあったってことだよ。1年間。このまま年越ししてもいい。大変だね。20? 今から年越しするとしたら、あと 20? 何時間?耐えなくちゃいけないよ。もう。つまりそれはもうファンティアとかメンバーチップに今年は何も上がらないことが確定するということでもありますが。ね。
その耐久、まあでもいつかね、また24時間配信またやってみたいね。どっかで日が、予定が取れたら。うん。ね、何するんだろうって感じだけど、なんかしてみたいね。機材が増えたらいろいろできると思うし。こんばんは、レッサン、こんばんは、ありがとう。うん。やっぱりね、海外の方は本当、ニコニコ使いづらいから、本当 YouTube をね、メインでね。ニコニコは、その、もう日本の方、余裕で使えるでしょ。だから、うん。違う違う、そうじゃない。違う。逆逆。あの、海外の方でニコニコってすごく難しいけど、ニコニコの方が YouTube 使うのって余裕じゃん。だから YouTube をなんかメインに集中してるって感じね。うん。そうなんです。Where's Spain to use? ん？どういう意味だろう。あ、そういうことね。Where? It's ニコニコってことね。It's Spain。難しい。もう痛いくらい難しいと言うと使うのに。もうラングイージないもんね、どこにも。一応ブラウザが英語だったら英語になるとか言う聞いたけど。うん。そうなんですよ。そんな感じでございます。うん。続きましては。うん。じゃあ次行こうかな。うん。次は、こちら。ね、自分で選んでおきながらなんだけど、こう選ぶたびにさ、なんか自分にダメージがちょっとずつきてるっていう。はい、マイクラ裏作業っていうね、短い動画が始まった時です。はい、日付にして6月6日ですね。うん、この時ね、ちょっとのあの、なんていうの？そう、3D 酔い対策も兼ねっていう、なんか練習、3D の練習をね、したくて、こういう、なんていうの？やってたんだけど、進んでないね、最近。最近マイクラできてないね。やります。やります。やりたいの。本当にやりたいの。うん。だからね、本当やるので、ちょっと、やりたいしやるので、ちょっと、ちょいも気長にお待ちを。うん。実は、編集終わってない裏作業動画がまだあります。はい。実はまだあります。なのでね、ほんとやるので、編集するだけなんで、お楽しみに。はい。ねえ、これね、ほんと字幕と SE をつけてない感じの動画で、まあ、要はあとその2つさえつければもう普通の動画になるような動画です。うん。なるようなマイクラ動画です。なんだろう、30分とか、まあ、30分、40分くらいかな。なんか、それくらいの間で収録した動画をギュッと、10分くらいにまとめるっていう動画シリーズなので、サクサク見て楽しめます。ちょっと最初の方は声がちっちゃいんだけど、うん。そう、この動画を作り始めて、このマイクの音量も上げるようにしたの。なんか収録自体の声がやっぱり入ってないねってことになって、うん、だからね、こういろいろ新しいことを始めていくと本当分かってくね、そういうのが。はい。そう、マイクラの時ちょっと声可愛いです。うん、本当にこの姿が見えないってなると、思いっきりそのキャラクターに寄せれるっていうか、声をキャラクターに寄せても違和感ないよねみたいな感じで、そういう意識があるからか、さらにワントーン高くなります。うん、ことが多いです。実はそんな理由があります。キャラクター
かいないから、そのキャラクターに合うような声みたいなね。うん、祝福の風リンフォーさん、こんばんは、ありがとう鼻大丈夫、喉大丈夫。そう、鼻ひどい、なんか鼻がひどい、喉もひどい。いや、喉もなんか枯れてるっていうね。うん、そうなんです。ちょっと水分飲みながらね、なんか当時ばっかりでそう、あのもう湧きつぶしをね、あのこれでもかってくらいしてて、うん、結局これさ、上に大きな穴があって、そこに暗闇があって、そこから降ってきてたんだけどね。だからこれ完全に無駄に置いてるって感じだねではでは続きまして、こちら、なんか戻ったぞ、私間違えた、ちょっと待って、なんか2つあるねこれ多分はい、こっち、うん、なんか同じの2つ入れてた今、同じだよねさっきの。はい、これね、これラジオが始まりました、この時6月24日ですはい、くるみんラジオがね始まった時です。うんねえ服が違った、服が違った。うん、リーさんありがとう。はい、この頃ですね。うん、昔そのラジオっぽい配信っていうのをやりたいなっていうのが、その最初の3月とか2月とか雑談してたくらいで、頃の話かな。うん、音声だけだったから、なるべくラジオっぽくしようって思ってたんだけど、でこれがね、ようやくじゃあ本格的にもっとラジオにしようっていうので始まったやつです。 BGM から入り、そして私の声が入り、そしてテーマを決めっていうね。もうね、リスナーさんからのアイディアをいただき、そういうね、テーマ決めてやった方がいいかな、いいんじゃないみたいな感じで、で、テーマを決めてやったっていう、懐かしいですね。はい。今では第8回まであるかな？うん。まったりとね、聞けるので、ほんと、ASMR とは違うけど、その、ゆっくり聞いてねってやつ。寝る前のひとときに BGM としてどうぞみたいな、そんなやつです。うん、まだこの頃ね、タイトル決まってないんだよね。だからもう雑談ラジオってなってます。はい、今はタイトルも決まってるんだけどね。うんそう、お便りもいただいて、事前にお便りをいただいて、それを紹介しながら私の話をしていく、私の話もしていく、そんな感じです、この頃はね。うん、後々朗読が入ったりします。うん。あ、今年は最後の最後に。そう、例えばね、こんな感じでね、まあ、お悩み、みたいなのあるかな。ラジオネーム、祝福の風、リーンフォースさん。今年は最後の最後に、今年最大のやらかしをしたので、ちょっとテンション下がり気味です。汗。という、なんかこんな感じのね、ちょっとまったりを意識した、なんか、今のね、だいぶ声枯れてるなって自分で分かったんだけど、こんな感じでね、ちょっと、いつもとは毛色の違う、よりラジオに寄せた、そんな感じの配信です。まあ、これもこれでね、ほんとリアルタイム感のない、アーカイブの一つなんじゃないかな。うん。なんか私のライブ配信って基本的に、アーカイブで楽しめるようにっていうのでやってることが多くて、ライブ配信かつ公開収録みたいなのが多いです。うん。だから、やっぱ記念配信とかなんかするときは本当にもっとライブ感大事にしたいなっていうのがあるね。というわけで、まあ、また後で話に移るわけですが、それに関してはね。うん。初期は時間、そうだね、1時間
枠っていうので何かやってたんじゃなかったかな。なんか1時間でやってた気がする。うん、1時間でラジオやってて、ただね、なんか配信が連続してやってたりとかだった気がする。2日に1回とかじゃなくて、連続何日やって何たまに休むみたいな感じだったから、1日1時間とかだったと思う、その頃は。うん、そう、配信の時間帯とかもね、いろいろ変わっててね。昔は7回連続の1日休みみたいな、そういうことやってて、ただその頃の配信時間短めなんだけど、一個一個、いや、さすがにそれはきつい、もうそれで体壊した感あるみたいな感じで、じゃあ2日に1回の2枠制にしようっていうのでやってて、多分それの時期になる？これは違うかな、まだ入ってないか、それはまだそれにはなってないか。うん、ほんとそういう変わってるんですよね、そんな感じで。うん、では続きまして続きまして、はい、カンコレ配信です。まあこれもうシャープ12ってなってるんで、だいぶねカンコレやってる配信なんだけど、なぜこれを選んだかです。このね、この梅雨イベ2020イーワン攻略と出てますが、これがね、すっごく長くて、本当に長くて、もうどんだけやってるのっていうくらいのシリーズになっちゃったので、ちょっと入れました。はいこれ6月27日のことなんですけど、もうこれがね、本当に長かったと思う。リスナーさんも、この頃から見てるリスナーさん、もうこの時はね、あ、またカンコレ、まだカンコレやってる、まだイベントやってる、まだ梅雨イベやってるって、梅雨イベ？梅雨イベ？梅雨？みたいなこと思った人もいると思う。それくらいに長いという、まあいつまで続いたかは後日お楽後日の後でお楽しみということでね。いやね、私ね、いつもカンコレは軽くやってるぜで、本当に、カンコレって難易度があって、一番低いのから一番高いの、4段階あるんだけど、いつもは、まあ、序盤のこの E1 っていう、こういう区切りなんだけど、E1、E2、E3 って、こう、だんだん数字が重なっていくんだけど、E1 とかって結構簡単で、一番レベルが高い。4番目のやつをやっても全然いけるんだけど、だんだん難しくなるから、もう私どんどん下げていって、まあ下げても2番目に簡単なやつくらいでいつもやってたんだけど、まあ、この時はね、全部この4番目最高難易度でやったんですよ。まあ、生まれて初めてというわけじゃないんですけど、ほんとね、オールコーは久しぶり、オールコーって最高難易度は久しぶりだったので。これをね、うん。これなんですよ。やりましたね。カンコレです、カンコレ。うん。ちょっと滑舌悪かったかな？カンコレ、カンコレだよ。うん。無限カンコレ、まさにそれだね。無限カンコレ編、今ならそんなサムネ作ってそうだわ、私。ねえ。やよさん、こんばんは、やよさん、ありがとう。やよいさんだった、やよいさん、こんばんは。フランシーさん、こんばんは、くるみちゃん、グローイブニング。Thank you for coming. I hope you enjoy. はい。というわけでね、まあ、ここまでで6月27日、7日、6月ですね。じゃあちょっと休憩行きましょうか。ちょっと行かせてもらってもいいかな、休憩。うん。1時間半喋りっぱなしだったみたいな感じでね。ちょっと皆さんもね、休憩を入れてね。ちょっと過去最高に喋る回という、ちょっとお耳にうるさい回かもしれませんが、ぜひぜひ休憩の後の後半戦も、下半期っていうのかこういうの。下半期もお楽しみに。
いやもう近いけどね、下半期になると上半期はまあそれなりにね、あれだからあれなんだけど、うん、じゃあちょっとね休憩、うん、5分かなくらいかな、あんまり長くならないようにはしたいね。ちょっと休憩行ってきたいと思いますね、みんなもね、さっきも言ったけど、みんなもなんかトイレ休憩なりなんか休憩してください。それでは少々お待ちを。